機械社グッドスマイルレーシングは東京都千代田区に所在する車関係のホビー商品を取り扱う企業。本記事では同社及び同社が運営するレーシングチームを記述する。フィギュアメーカー、グッドスマイルカンパニーを母体として2009年に設立。主にアメリカ社のミニカー、既存のスケールモデルやラジコンカーを板車仕様にするためのデカール等のアクセサリー。 プラモデルの製作やデカール貼り付け用に使う道具、サイクルウェアなど自転車に乗る人向けのアパレル商品などを取り扱う。クリプトンフューチャーメディアの協力のもと、初ネミク GT プロジェクトの名称でバーチャルアイドル、初ネミクのイラストをボディにあしらった通車仕様のレーシングカーでスーパー GT GT300 クラスに参戦している。2009年以前は、 メインスポンサーとしての参加だったが、2010年よりチームオーナーとして参加、2014年からはエントラントとして参戦するようになった。2010年、編集ポルシェ 996GT3、RSR ポルシェ 997GT3R2009 年まで、ストディグラッドレーシングが運営してきたチームが、2010年もエーススタディレーシングとして参戦する予定だったが、 突如、チームオーナーだったアドバンスステップが継続参戦を断念し、これまで通りのチーム運営ができなくなった。そこで、体制維持のため、急遽メインスポンサーだったグッドスマイルレーシングがチームオーナーとなり、支援チームも COX に変更、エントラント名称はグッドスマイルレーシングウィズ COX となった。 ストディ代表の鈴木康明は、スポーティングディレクターとして、残留、総監督には、大橋逸夫を起用した。合わせて、レースカーもこれまでの BMW Z4 からポルシェ 996GT3RSR へと変更、第5戦からは 997GT3R を投入した。これまでの基本コンセプトはそのまま継承し、初音ミクをあしらった、レーシングカー。 個人スポンサー制度などはそのまま行われる形となった。また新たにレーシングミクとしてイラストレーターのレッドジュースが新規デザインを手掛けた。あと2年ドロイドプチ用にレーシングリーンとレーシングルカもデザインされ、さらに初ネミクプロジェクトリーバエクステンドでレーシングメイクが新たに書き起こされている。タイヤはハンコックを使用し、ドライバーはバンバタクト、 佐々木正宏で参戦した。第6戦の鈴鹿 700km では GT300 クラスに33ハンクック KTR で参戦し、ハンコックタイヤの開発ドライバーを務めている木下光博がサードドライバーとなり予選4番手のタイムを記録した。戦績は予選最高2位、決勝最高9位、10位も2回記録し、 チームポイント16でランキング16位に入った。2011年、編集2010年12月4日に、鈴木スポーティングディレクターが、再び BMW Z4 での参戦を、ブログで表明し、同月6日に行われた、グッドスマイルレーシングの忘年会で正式に、グッドスマイルレーシングとストディによる体制で参戦、すると発表された。 2011年2月6日に行われた体制発表会でその詳細が発表され、鈴木スポーティングディレクターがチーム代表に復帰、大橋い夫が監督を継続し、グッドスマイルレーシング代表の安ン隆則がスーパーバイザーを務める。さらに片山うきょ率いるテアムキがジョイント参加、エントラント名称を GSR& ストディウィズテアムキとしたほか、片山も スポーティングディレクターとなる。また、グッドスマイルカンパニーとパーソナルスポンサー契約を結んでいる小林カムリもスペシャルサポーターとしてチームを支援することとなった。ドライバーは前年参加していたバンバタクに加え、新たに谷口のブテルが参加、メンテナンスガレージも RE、アマミヤのメンテナンスを担当していた RS ファインが出掛ける。マシンは BMW Z4 GT3 を投入することも発表された。なおカラーリングは原点回帰のコンセプトで9年仕様のものとなっており、また今回のレーシングミフのイラストは村上唯一によるものを使用している。6月18から19日にセッパンサーキットで行われた第3戦では初のポールポジションを獲得、さらに決勝もそのまま逃げ切り、 ストディ・グラッドレーシング時代から数えて4年目にして初優勝を達成。さらに9月10から11日の第6戦富士スピードウェイでは 90kg のウェイトハンデと性能調整を受けながらトップを改装。ポールトゥーインで今季2勝目、国内戦の初優勝を飾り、ポイントランキングでも首位に浮上する。10月1から2日の第7戦。 オートポリスで首位の座を明け渡すも、10月15から16日の最終戦、ツインリンクモテギで3度目のポールトゥーインで優勝、ポイントランキングで逆転し初のシリーズチャンピオンを獲得した。さらに、11月11から13日に行われた、富士スピードウェイでの特別戦でも、12日に谷口が、13日にバンバが優勝し、スプリント戦も制覇する結果となった。 2012年、編集第4戦素顔にて2012年2月12日に、体制発表会が行われ、前年同様 BMW Z4 GT3 を使用するが、チームとしては、初の2大体制での参戦を発表した。チーム体制としては、大橋が総監督に就任し、チーム代表の鈴木、スポーティングディレクターの片山、 スーパーバイザーのアンゲート前年と同じ首脳陣となる。また、BMW のカスタマー向けレースプログラム、BMW カスタマーレーシングのチームとして、BMW のサポートを受けることとなり、さらに第4戦以降は、BMW ジャパンからもサポートを受けることとなった。チャンピオンナンバーをつける例号車は2011年版の Z4GT3 の新車を投入、ドライバーは、 前年の A ドライバーの谷口に加え、2009年の GT300 クラスのチャンピオンで、2008年にスーパー耐久で谷口とコンビを組んで、Z4 でチャンピオン獲得経験のある片岡達也が加入、監督は大橋総監督が務める。マシン名称は GSR 初ネミク BMW となり、カラーリングはこれまでのレーシングミクのカラーリングを継承。 今回のレーシングミクのデザインはガンガ担当、コスチュームデザインをフィギュア原型師の浅井末期が手掛ける。第4戦からは2012年仕様にアップデートを実施。これにより2012年仕様が基準となっていた BOP が2011年モデルに行われ、負担となっていた状態が改善される見込みとなる。前年の絶景ナンバーを付ける4号車は前年。 使用車両を2011年版にアップデートした Z4GT3 を使用し、ドライバーは前年の B ドライバーだったバンバが A ドライバーとなり、2010年以来の復帰となる佐々木正宏とのコンビが復活、監督は片山スポーティングディレクターが務める。こちらはグッドスマイルカンパニーのフィギュア、ネンドロイドのデザインを元にした。 セガのゲームソフト、初ネミクフューチャースターズプロジェクト未来とタイアップを行い、マシン名称は GSR プロジェクト未来 BMW となり、カラーリングはオレンジをベースとしたものとなる。万全を期してシーズンに臨んだが、このシーズンの性能調整で使われる FIA GT1 世界選手権での BOP に苦しめられることとなる。レゴ社は、 第2戦富士で優勝するも、第3戦セパンでは、ゴール間際に、第5戦鈴鹿では、レース序盤でいずれも燃料切れが起きるなどトラブルが発生した。4号車も、第2戦で大クラッシュを起こし、修理非燃室のために、個人スポンサーに修理コースを持全体として、制裁を欠く結果となり、0号車は、 優勝1回3位1回を含む入賞6回の52ポイントで5位。4号車は、第5戦の7位が最高で、入賞2回6ポイントの22位で終わった。2013年、編集2013年2月10日に、体制発表会が行われ、王座奪還をテーマに一大体制に戻して参戦、することを発表した。 首脳陣はそのまま維持され、ドライバーは前年齢号車を担当した谷口、片岡のコンビが務める。BMW のサポートも強化され、開幕戦からのフルサポートを受けられるようになるほか、第5戦の鈴鹿 1000km では、第3ドライバーとして、BMW のワークスドライバーであるヨルグ・ミューラーが起用されることも発表された。4号車となるマシンは、 開幕から Z4GT3 の2013年モデルを使用、今回描かれるレーシングミクのデザインはサイトムが、またコスチュームデザインは島崎マリが手掛けている。また、接班戦限りのレーシングミクもある。この年も、性能調整や他チームとの性能差に苦しみながらのレース展開となっていった。第一戦で2位に入るも、以後上位入賞ができず、第四戦では、 ノーポイントとなる。さらに、第5戦では2位に入ったが、レース後の車両検査で、リストリクターの規定違反が判明し、失格となってしまう。しかしその後の、第6戦、第7戦と連勝、最終的には、ドライバーズポイント70、チームポイント87を獲得し、いずれの部門でも3位でシーズンを終えた。なお、アジアンルマンシリーズの、 第5戦に GT300 クラスの車両が出場できたが、谷口、片岡の二人とも同日開催のスーパー対球に出場していることに加え、チームとしてもマシーンを酷使することで、今後のトラブルに対応できなくなると判断し、出場していない。2014年、編集2013年12月23日に、体制発表が行われ、これまでエントラントとして、 プロジェクトに参加していたストーリーが離脱、独立したチームを立ち上げることを明らかにした。これに伴い GSR がエントラントとなって参戦することを発表。エントラント名称も GSR& テアム許に変更し、首脳陣はアンゲイがエントラント代表、片山がチーム監督、大橋がゼネラルマネージャーにそれぞれ就任、ドライバーは前年から引き続き、 谷口と片岡が担当する。メンテナンスも RS ファインが継続して担当し、同じくメンテナンスを担当するストディの新チームとの間で、セッティング情報の共有を行う。なお、これまでエントラントを務めていたストディに代わって、新チームとして発足したため、レギュレーション上では、シード検討の権利はストディが保持することになる。ただし、ゼッケンナンバーの 4についてはストディ側から上等を申し入れ、GSR 側も承諾したため、GSR が付けることとなった。マシンは、Z4GT3 の2014年モデルを使用。今回描かれるレーシングミクのデザインは、小口が担当し、アートディレクターを小山茂人が担当するほか、Z4GT3 がロボットに変形する、モータロイドの車体機構デザインを、川森正春がそれぞれ担当する。 2014年シーズンは、第1戦岡山、第2戦、富士 500km と開幕からに連勝して、最先のいいスタートを切ったが、この2勝で、ウェイトハンデが 80kg となり、負担となる。オートポリスの第3戦では500クラスとの接触で、タイヤがバースト、素顔での第4戦では雨に翻弄され、ポイント圏外となる。 第5戦の富士 300km もポイント獲得したものの11号車のゲーナーディクセル SLS がポイントを重ねランキング2位に転落するしかしその後の第6戦鈴鹿 1000km で5位第7戦ブリーラムで3位となりランキングトップに戻り最終戦も敵では3位に入り優勝したゲーナーとは78点で同点になるも2勝した GSR が優勝回数の差で3年ぶりのドライバーズタイトル獲得となった。一方、チームポイントは96となり、ゲーナーが1ポイント差で逆転2位となっている。2015年編集2014年12月23日に体制発表が行われ、ドライバーやスタッフには大きな変動がなく、 ゼネラルマネージャーの大橋の役職がコミュニケーションディレクターに変更されたのみで前年と同じ体制となった。マシンはこれまでの Z4 GT3 からメルセデスベンツ SLSAMG GT3 に変更する。2010年のポルシェ以来の Z4 以外のマシン仕様となる。また、今回のレーシングミックは大気が、マシンデザインは草野強が担当。 アートディレクターは前年に引き続き小山茂人が務める。また、この年からサポートレースとして開催される FIAF4 選手権でもメンテナンスを手掛けている RS ファインがエントラントとして出場し、グッドスマイルレーシングもスポンサードしている。2015年シーズンはこの年から参戦をしたマザーシャーシに対する優遇レギュレーションによって、 ジャフ GT 勢及び GTR 以外の FIAGT さんは大苦戦する一年となる。メルセデスベンツ SLSAMGGT さんも例外ではなく開幕戦から苦戦が続く。またピットロードで前代未聞の渋滞に巻き込まれる東雲にも見放された一年となった。結局最終戦では車種の特性を生かして2位表彰台に上るものの一年を通して 優勝は愚か表彰台もこのレースのみに終わる。なお、本シーズンでは、JAF GT 勢と GT-R 以外に言2015年11月25日のニコニコ、生放送にて2011年のチャンピオンマシンが、RS ファインに手に座席化改造を完了したと発表された。2016年、編集2015年12月23日に、体制発表が行われ、 ドライバーやスタッフは体制を維持しつつ、マシンをメルセデスベンツ SLS AMG GT3 からメルセデス AMG GT に変更することが発表された。今回のレーシングミクは米山前がデザインを手掛け、アートディレクションは小山茂人が引き続き担当する。開幕戦、岡山で2位、最終戦、モテキで3位と2度の表彰台を獲得するが、シーズン中盤は、 レース展開に恵まれず、終盤までチャンピオン争いを演じるものの、ドライバーズランキングクラス7位、チームランキングクラス5位でシリーズを終えた。2017年、編集2016年12月23日に、体制発表が行われ、長年チームを支えた大橋一夫がチームを離れた。その他に変更はなく、初ネミクストでグラッド BMW z 四での参戦から十周年を、 迎えるにあたって体制を堅持する形となった。レーシングミク2017バージョンのイラストはトニーが担当する。開幕戦の岡山では予選で2番手につけ、決勝では2014年シーズン以来3年ぶりの勝利を挙げた。その後も順調にポイントを重ねて第6戦鈴鹿 1000km レースの時点でクラスランキングトップ、かつチーム創設以来初めて、 ウェイトハンディ 100kg を背負うことになる。第8戦モテギでは片岡が自身の GT キャリア初のポールポジションをコースレコードで獲得、決勝も3位入賞で終え、チーム結成10年目の節目かつ横浜タイヤの100周年の節目に3年ぶりかつ GT300 では史上初となる3度目のドライバーズタイトルと2011年以来2度目のチームズタイトルを獲得した。 この他に年間最優秀メカニック賞、ZF アワード・オブ・ザ・イヤーも受賞している。2018年、編集2018年のレースカー2017年12月23日に、体制発表が行われ、ドライバーやスタッフは維持しつつ、マシンは前年同様メルセデス AMG GT3 を継続するが、新車を導入する。絶ンナンバーは、チャンピオンナンバーである、例を使用する。 レーシングミク2018バージョンのイラストは、神崎博が担当する。初戦の8位を皮切りに、第6戦まで連続入賞、第5戦富士での3位、鬼門と呼ばれていた菅顔での、第6戦デニート2回の表彰台を獲得するも第7戦、オートポリスで19位とポイントを伸ばせず、最終戦モテギで3位表彰台を獲得するも、シーズンランキングでは、ドライバー、チームもに4位となり、 連覇の達成はならなかった。2019年、編集2018年12月22日に、体制発表が行われ、ドライバー、スタッフ、メンテナンスガレージ等は維持し、マシンも、前年同様メルセデス AMG GT3 を、継続使用、絶景ナンバーは、4を使用する。レーシングミク2019バージョンのイラストは、安人豆フが担当する。レーシングミクの、 デザインイメージはアイドル。初戦の岡山での8位入賞を皮切りに、タイでの第4戦以外は前戦入賞を重ね、菅尾での第7戦では2位表彰台を獲得する安定した成績で最終戦までチャンピオンの権利を残したものの、入賞したレースでも上位走行中の SC タイミング等で順位を落とすなどの不運が多く、大量の獲得ポイントが、 素顔以外なかったため最終的にはドライバーランキングで4位、チームランキングで3位の結果となった。2020年編集2019年12月21日に体制が発表され、ドライバー、スタッフ、タイヤ、メンテナンスガレージの変更はなく、体制を維持しての参戦となった。マシンは新車となるメルセデスベンツ AMG GT3 の2020年モデルを使用。 レーシングミク2020バージョンのイラストは、レン、A-7 が担当する。デザインイメージは2010年以来となるメカニック。ここでは、スーパー GT 以外で、グッドスマイルレーシングが関わっている、レース活動について触れる。なお、グッドスマイルカンパニーがスポンサードしている事項については、グッドスマイルカンパニーモータースポーツを参照。マンシマ TT レースコマッチ未来。 レーシング電気自動車の開発会社未来による t t ロチャレンジに参戦する日英共同チームコマッチ未来レーシングに賛同し車体に2013年版のレーシングミクをペイントしたバイクで参戦した本レースでは松下義成が別クラスの予選走行中に事故死し急遽ヤンロッカーによるダイソーとなったが6位で完走したパイクスピーク インターナショナルヒルクライム上記のマンシマ TT レースで参戦したミライとのコラボレーションを2014年も継続し、レースを変更して、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムのエキシビションパワースポーツクラスに2014年版のレーシングミクをペイントしたバイクで参戦する。ニュルブルクリンク24時間レース、鈴木チーム代表が2014年のニュルブルクリンク24時間レース参加を、 計画していることを明らかにした。新規にチームを立ち上げるのではなく、現在のスーパー GT における体制をできる限り維持しつつ、BMW Z4 GT3 の開発担当チームであり、同レースへの参加経験も豊富である、シューベルトモータースポーツの協力を仰ぐ形での参戦を計画しているという。画像レーシング86 BRZ レース2013年から開始されているワンメイクレースで谷口が個人的に神戸とヨペットと組んで同社所有の86で参戦しているが同年のジャフグランプリで行われたレジェンドカップにおいてこの86を2013年版レーシングミクのカラーリングを施して参戦2014年シーズンは 同チームの新車の王者までこのカラーリングのまま参戦して、一旦は2014年6月で退役したが、ミク仕様でない新車がクラッシュに巻き込まれたことから、同年9月に現役復帰し、最終的に谷口はミク86で2014年年間王者となった。2015年は当初3号機で参戦したものの成績不振で、シーズン途中から2号機ミク86に戻し、 成績を上げて2年連続年間王者になった。ブランパン耐久シリーズ2017年4月2日、同年7月27日から7月30日に開催されるスパーフランコルシャン24時間レースに参戦することが発表された。マシンはスーパー GT 同様にメルセデス AMG GT3 を使用。スーパー GT のルール上、 GT300 クラスで出走している車両で、他のレースへの出場が認められていないため、車種は同じだが、スーパー GT での使用車両とは別の車両を使用し、カラーリングもスーパー GT とは別のスパ特別仕様のレーシングミクのデザインとなっている。チーム体制は、エントラント代表のアイゲー、監督の片山、ドライバーの谷口と片岡に加え、 グッドスマイルカンパニーがサポートを続けている小林カムイがドライバーとして加入した。予選で小林がクラッシュしたため本戦出場が危ぶまれたが、緊急で台車を確保しラッピングも元が残っているのは左側ドアのみでその他は緊急仕様となってしまったが、本戦も出走。決勝では他社のアクシデントに巻き込まれて車を破損させ、リタイアに終わる。 2018年も参戦の意欲を見せていたが、実際の参戦は見送っている。なお、参戦発表前日の4月1日には、エイプリルフールネタとして、カツーマイルレーシングチームウーキョのチーム名で、プレスリリースを掲載していた。2019年には、スパ24時間への再挑戦を表明。今回の参戦は、プラスワンが企画、展開するタイプ。 ムーンレーシングとコラボレーションし、通常用いているレーシングミクではなく、フェイトシリーズのセーバーと、遠さかりもあしらったカラーリングとなる。参戦体制もメンテナンスは、RS ファインとドイツのブラックファルコンとの共同となり、ドライバーは谷口、片岡に加えて、第3ドライバーとして、メルセデス AMG、パフォーマンスドライバーのアダム・クリストドーローを起用する。テストデーで、 片岡がドライブ中、オールージュで激しくクラッシュ。使用していたマシンは大破し、使用できなくなったが、その後のテストは、ジョイント先のブラックファルコン6号車が対応されテストを、継続、本番のレースには AMG より別個体が用意される、こととなった。なお、この、テストの際に、正式なラッピングをしたマシンを見た。 ブラックファルコンの関係者からのアートカー作成の依頼を受け、本番では4号車、6号車がそれぞれプロメア、初ネミクのカラーリングとなった。迎えた本番の予選では、クリスト・ド路ロが高タイムをマークするも、片岡、谷口ともにクリアラップをうまく取ることができず、総合で39位で予選を終えた。決勝では、クリスト・ド路ロがスタートドライバーとなり、 雨の中猛然とプッシュ、ジョーカーピットストップも活用し、1時13分番手までポジションを上げて交代。片岡、谷口は、谷口のレコームでのスピンなどもあったが、問題なくスティントをこなし、クリストドーローの2度目のドライブでは、雨が弱くなるタイミングを見計らい、スリックで走行、レインのタイム上回るペースでラップをこなした。その後片岡に交代。この頃には、 路面は濡れてはいるが、雨量も減り乾き始めていた。片岡は、クリスト道路と同様に、スリックを履き、路面の乾き具合を確認しながら、ペースを上げていたが、超高速コーナーのブランシモンに差し掛かった瞬間に、強い雨が降り始めており、その雨を認識する間もなく、水に乗って、スピン、タイヤバリアに激突し、車両は大破し、10時間48分、217、 周回でリタイアとなった。なお、4号車プロメア号は総合3位、6号車初ネミク号はシルバークラス3位と表彰台を獲得している。サマーエンデュランス鈴鹿十時間耐久レース2017年12月に行われた2018年の体制発表会の席上で2018年より鈴鹿 1000km の後継として開始する GT3 車両による 統一戦、サマーエンデュランス鈴鹿10時間耐久レースに、谷口、片岡に加えて、第三ドライバーに、小林を起用した2017年のスパ24時間レースと、同じドライバーラインアップで参戦することを発表した。マシンのカラーリングは、スーパー GT のものとは異なる。このレースだけのスペシャルカラーで、2017年のスパ24時間レースと、同じく、日本をイメージした白地に、 日の丸の赤と桜のピンクをあしらったもの。マシンのメンテナンスは、スーパー GT と同じく RS ファインが担当。レーシングミクのイラストはトニーが担当している。さらに2018年7月29日のワンダーフェスティバル2018夏の席上にて、ドイツのメルセデス AMG が全面支援を行う実質的 AMG ワークスチームの AMG パフォーマンスチームに認定され、それに伴いチーム名がメルセデス、AMG チームグッドスマイルに変更されることが発表された。日本のレーシングチームが AMG パフォーマンスチームに認定されたのは、これが初めてである。予選では小林のタイムアタック中に他でのアクシデントで赤旗が掲示されて、 タイムが残せずに21番グリッドに沈む。決勝レースでは普段スーパー GT で使用する横浜タイヤとは特性が異なるピレリタイヤに苦労するが谷口、片岡、小林の3名のドライバーがミスなく走行を重ねピットストーー。グッドスマイルレーシングのレースクイーンはレーシングミクサポーターズという愛称が付けられており、コスチュームもその年度に描かれたレーシングミクのものを 着用している。ストディグラットレーシング時代のミクミクギャルズを継承しており、ミクミクギャルズ時代のメンバーが継続して参加、またはスタッフに転身している。このため、ここでは便宜上、ミクミクギャルズ時代から記載することとする。なお、グッドスマイルレーシングのレースクイーン経験者ではないが、2011年からはレースクイーン出身の竹澤智美が、 チームマネージャーを担当している。ありがとうございます。